にはこういった形でキャンプというものが行われていて、どういうシチュエーションでどう敵と対峙するのかというところをここで説明する感じになります。はい、繊細な男キッズが今説明している感じです。繊細な男、はい、ちょうど訓練兵団、訓練兵がいるところで巨人が穴を開けて街中入ってきたというところ の、はい、いわゆる初陣のところですね。はい、でこういうシェーダーでまさにコミックスでもアニメでもない、ゲーム機ならではのリアル調のリアルアニメ調の形でこう描いています。はい、赤間、めっちゃ綺麗。お前は後衛部隊に入れ。あ、このシーンもすごく印象的ですよね。そうですね、アニメでもよくやってたと思うんですけども、はい、こういった形で再現しているというところ。これはたまらんすよね。イカサはエレン守りたいんですよね。そうなんですね。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でもエレン、ちょっとやりたいですね。ちょっとやりませんか。もうやっちゃいましょうよ。やっちゃいましょう。ね、死なないで。死なないさ。おお。まだまだ。皆さん一人ずつにやってもらおうじゃん。ディレクターの方でフォローしてあげて。そうですね。最初ちょっとさっきのムービーの続きをせっかくですのでご覧いただいて。さっきちょっと会話イベントあると思うんですけど、こういった形で実機イベントもその後続いてという形で、かなりイベントの数はふんだんに入れ込んでますので、アニメ見た方とか、あ、このシーンあったあった、そういったシーンがどうゲーム機で再現されるかっていうのも楽しみにしていただきたいなと思っているポイントです。ちょうどまだひよっこたちの兵団員ちょうど今集まって、これからどうなるっていうところですね。はい、本当に初陣の前の、はい、まだ訓練兵の、ね、はい、訓練兵なのにそのまま行ってしまうっていう。うわ、来た。すごい、まんね。音もすごいっすね。イベントのまま動きます。はい、さあこのまま始まりました。はい、では大江さんよろしくお願いします。行動した方がいいな。まずはまっすぐ言いました。はい、まずこの立体機動装置の動きが、そうですね、ここはちょっと注目してほしいのは、はい、まあ、この動きを出すのにすごい、はい、時間がかかりまして、爽快ですね。はい、赤いところに巨人がいるんですね。見てる以上にやると多分相当気持ちいいと思うんですよ。そうですね、うわー、やばいやばいやばい、いたよ。いや、でかいな、いきなり。今まず任務でアルミンと、ね、まずは、はい、人との対峙前に、はい、はい、アルミンとの合流を果たしてもらえると、はい、いいですね。怖い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 、アルミンのところにね。そうですね、まずアルミンと合流します。アルミンと合流しなきゃいけないですね。まずは合流しないと、倒す前に、ほら言ってるよ、合流しないと。右上のマップを見ながら、はい、移動していただいて、はい、地図の青いところですね、アルミンがいる。はい、そうですね、地図の方を見ていただければ次何やるべきかっていうのは、うん、ね、あ、いましたね、いた、アルミン、よいしょ、この裏に上手です。さすが、近くによるとですね、ボタンのりが出ますので、アルミンのそばに行ってください。頼んだぞ。そうですね、今丸ボタンを押したので、こういった形で自分の味方として連れていくことができます。はい、今回こういうシステムが、一緒に味方として連れていくシステムが搭載してまして、はい、最大4人まで味方として一緒に戦ってくれるというのがあります。はい、あ、さあここで今円壇が上がりました。円壇のところに、はい、進撃の巨人ではよく使われる円壇なんですけども、はい、まあ、この時代というかこの世界設定だと、この信号弾を使って、はい、まあ、味方のピンチだったり、まあ、チャンスだったりとか、はい、そういったところをこう表現するというのは、原作、まあ、アニメの再現をしているように思っていただければと思います。はい、おめでとう、すごい操作ピンチですね。スムーズに、おお、気をつけてください。おお、やばいやばい、しっかりしろ。基本四角でアンカー、まあ、ワイヤーを打つんですけども、黄色い、マーカーがさっき出てたと思うんですけど、はい、そこで R1 ボタンを押すと今度は巨人にアンカーを打つ形になります。通常は移動するためにいろんな建物とかにアンカーを打つ。すいません、先輩ですけど切り刻みますよ。巨人側から言ってるやん。あ、そっち、
これね、一気にうなじを切って討伐するもよし、こうちょっとずつこう腕を崩して V 破壊をして、急所というかね、弱点はうなじ、うなじなんですね、こう角度をうなじが綺麗ですね、はい、今みたいにこううなじをこうバサッといくと、ちょっとそうですね、カットインが入るのはちょうどぴったり、あのうなじに向かって自分が綺麗にあの入れてるっていう、うん、はい、あの証しになりますね、はい、あ、ちっちゃい巨人、おー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 、すごい帰り地までついてる、り演壇がどうですか、動かしてみて、いやもう爽快ですよね、やっぱよかったです、やっぱこうガッチリ決まった時の気持ちよさはやっぱたまんないですね、おりゃ結構画面だけ見ちゃうとなかなか自分でもできるのかなって思ったりはすると思うんですけど、はい、まあ、そこら辺は多分大丈夫なようにはするんで、訓練モードですかね、はい、訓練モードを僕らもさっきやらせていただいて、来ました今の走り方、田中さんのこいつです、こいつです、はい、これ愛らしくてね、あの同じの出方が可愛いですよね、お腹って言ったらこれですか、かわいい、ごめん、うなじだけじゃなくて、やめてよ、やめてよ、かわいそうやん、村田さんやってみます、ちょっといい、はい、お、ここで村田さんにプレイヤー交代しました、すごい、すごい、赤いとこですね、あ、結局いいと、いた、あ、いた、いたぞ、わわわ、走る走る、細身の巨人、いや、でかい、おわじゃん、お、腕だ腕から行くタイプですね、ガシャン、綺麗です、綺麗に行きました、どうぞ、ブレードとガスもかけ、そうですね、左下のこうエレンの横のゲージを皆さんちょっと気にしていただいて、はい、左のゲージ、はい、僕が使いすぎちゃって、ガスと赤くなってるのがガスのゲージで、はい、下の白いものがブレードのゲージなので、これで、これで、ね、これガスを左右で選んで、上ボタンで補給します、よし、補給、はい、ちょっとガス使いすぎやってすいません、後ろですね、川沿いに景色ですよ、もう、うわ、でっか、でっか、こいつやばい、うわわわわ、この後ろに回って首を狙って、ちょっと金髪ですね、ちょっと金髪が、私を倒せるかないや、こう完全にうわー、おー、優秀、優秀出ましたね、いい髪型ですね、髪型見ましょうか、こいつの、あ、巨人の種類が豊富ですよね、そうですね、はい、基本的には同じ巨人がいないようにという形で数多くの巨人を仕込んでいます、はい、うわー、これすごい、これいいっすね、この景色が、ところどころ街が壊れてるのも、はい、巨人が壊した後、なるほど、これもリアルタイムで壊れてる、はい、うわー、どんどん討伐が遅くなると街もどんどん壊れていくんですね、そうですね、破壊されていってしまうという、この黄色いの通常ですね、あの、マーカーが出てる時に R1 ボタンを押すと、おー、足から、足から、足から、おー、でも笑ってる、まだ打てる、で今主任務の他に副任務という形で、今緑色の任務っていうのが左上の画面に出てるんですけども、こちらの方はですね、順番にいきますね、あのステージ内でいろいろ回るとですね、こういった形でミッションが起きるという形で、あー、ごめんね、ごめんね、俺たちも戦うぞ、うわー、壊した、うわ、壊した、あっちにはミーナたちがいるはずだ、本部のある方向だ、ミーナたちと合流して、はい、ついでに補給を済ませよう、いっぱいいる、たくさん、うわ、やってる、あ、今食われてます、やべえ、食われてる、エレン、アルミ、本部が巨人に襲われてるぞ、本部、本部、やつらをどうにかしねえと、本部どこだ、補給ができねえぞ、3人目が出ました、みんなと協力して本部に向かいましょう、はい、ま
瀬が前衛の先輩方がやられちまったのか。赤い任務はやらなきゃいけない任務で、はい、緑色の方が副任務で、はい、こちらの方はまあやってもやらなくても、はい、今見たからあのちょっとあの亡くなられた方からこう、はい、ちょっと補給物資もいただけることがあると思います。はい、その道に落ちてるのはそういうことですね。巨人が落ちてですね、飲み込まれた人がたまに出てくるので、はい、そこからちょっとうわーいたーいたちょっとシュールな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 怖ちょっとちっちゃめのちっちゃめやつ実際漫画でもありますからね。そうですね。俺やすごいですね。一撃でうなじいってますね。確かに気持ちがいい。ちょっとプレッシャーになるな。すごい上手い。いやーやべえやべえ助けて助けてください。サンタフォーターを連打するか、はい、今味方が4人いますので大体味方が助けてくれる。足を崩してからもう得意ですね。ブラスタン流ですね、これ。で、足とか切ると倒れますし、手を切ると攻撃してこなくなりますし、ということで、はい。少しずつ。お前よ。いい感じよ。いい。なんとか無事だね。あ、ブレード。呼吸を急ぐ。今ちょっとブレードがないので、呼吸をしてもらいます。ブレード交換。ブレードもガスと同じようにですね、ブレードのところに合わせて上、はい、上、十字キーの上を置くと交換ができるということで、また円段が上がったようです。すごいわ、これ。いや、これすごいですね。救援要請だわ。早く助けなきゃ。やばい。どこだ。左に。あ、上がってますね、やっぱり。はい。で、この場所のね、あの残り距離も出てますので、そこを目安にしながら行っていただいて。はい。うわ、だ。そんなのに勝てるわけないじゃん。さあ今ちょっと完全討伐したところで残念ながら時間が いやもう終わりっすか。終了ということで。そんなバカな結構長くやってます。そうなんですよ。